神楽坂ここだな。 厳しい一戦でした。 いい調子です。 少しずつだけど強くなれてる。 成長を着実に感じます。 これでみんなの役に立てるわ。 思ったよりも強かったので、つい強い。これが5期生筆頭の実力か。不思議とあんまり悔しくないや。ああ、私も月影くらい強くなれるんじゃないかって、そんな気がする。 さすがは月影さんです。私もパートナーとして精一杯やらせていただきました。これからよろしくお願いします。マナさんをパートナーに選んだわけではないんですが、え、今のは成り行きで組んだだけです。あしからず。
私のパートナーはやはり。マナはあなたのお眼鏡にかなわなかったみたいね。現時点ではですけれど。で、何かご用ですか？パートナーを探しているんでしょう？バイオラさんをパートナーに選ぶつもりはありません。こっちから願い下げよう。私の目的はあなたを倒してナンバーワンになることよ。私があなたと組んだらあなたを倒すことができなくなってしまうでしょ。なるほど、バイオラさんの言う通りですね。それを伝えに来たのよ。はい、覚えておきますね。それでは失礼します。人をバカにして頭を下げて組んでくださいと頼めば考えてあげるのに。やはり叩き潰すしかないのね。どの子も元気があって素敵だわ。やっと同じ盤面に駒が揃ったというところかしら。それでは私の一番大事な仕事に取り掛かるとしましょうか。私たちの物語です。ついに、ついに勝ってしまったわ。誰かれ構わずバトルを挑んで、食費を削って、頑張って貯めたポイントで、ついに。バイオラさん、何をしているんですか？問題は、これをどうやって小春に飲ませるかよね。私に何を飲ませるんですか？どわーなぜあなたがここに。この時間は一人孤独に海を眺めている時間のはずでしょう。よくご存知ですね。でも今日は少しお散歩のコースを変えようと思って。ところで、その手に持っている怪しげなカプセルは何ですか？これはその筋力が上がる薬で、飲むと強くなるの。まあ、そんな素晴らしいものを私のために用意してくれたんですか？早速一ついただいてもいいですか？ダメダメ、絶対にダメ。飲んじゃった。しまった、私としたことがつい勢いで。バイオラさん、顔色が悪いですよ。なんか体が熱いわ。速攻性とは聞いてたけど。バイオラさん？いや、名前を呼ばれただけで心臓が破れちゃいそう。惚れ薬なんて半信半疑だったけど。あの、大丈夫ですか？ダメ、触らないで。あのね、小春、これは飲んだ直後に見たものに発情するという禁断の薬。夜のお供にバーニンラブなのよ。夜のお供にバーニンラブ？意味がよくわかりませんけど、本当に大丈夫ですか？私を見つめないで。小春、私をしばらく一人にしておいて。あ、すごく早い。強くなる薬っていうのは本当だったみたいですね。今度私も分けてもらいましょう。
これですね。誰にしましょうか。ランカさん、準備できてるよ。どれがいいかな。これだ。次は稲川。承知しました。どれにいたしましょう。決めました。次はモモさん。私か。どれにする。これにする。交代だ。ヴァイオラ、やっと私の番ね。どれにしようかしら。決めたわ。変わってあげるわ。満腹。うんうんうん。ああ、ポコマルちゃんの番なのだ。どれにするか悩む。これにするのだ。シャドウ。たくさんあって悩んでしまいます。少し派手すぎじゃありませんか。気分転換になりますね。似合ってます。気分転換になりますね。気分転換になりますね。これ素敵です。少し派手すぎじゃありませんか。これは少し派手すぎじゃありませんか。これは少し派手すぎじゃありませんか。少し派手すぎじゃありませんか。似合ってます。これは素敵です。この衣装が一番しっくりきます。これは似合ってます。気分転換になりますね。似合ってます。気分転換になりますね。これ素敵です。少し派手すぎじゃありませんか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 。これは少し派手すぎじゃありませんか。これは似合ってます。少し派手すぎじゃありませんか。これ素敵です。似合ってます。少し派手すぎじゃありませんか。気分転換になりますね。気分転換になりますね。少し派手すぎじゃありませんか。この衣装が一番しっくりきます。
の苦手なんです。触られるの苦手なんです。いい加減にしてください。やめてください。やめてください。やめてください。触られるの苦手なんです。いい加減にしてください。怒りましたよ。いい加減にしてください。やめてください。怒りましたよ。いい加減にしてください。触られるの苦手なんです。怒りましたよ。怒りましたよ。触られるの苦手なんです。怒りましたよ。怒りましたよ。怒りましたよ。触られるの苦手なんです。いい加減にしてください。触られるの苦手なんです。やめてください。触られるの苦手なんです。いい加減にしてください。怒りましたよ。怒りましたよ。触られるの苦手なんです。いい加減にしてください。いい加減にしてください。いい加減にしてください。怒りましたよ。怒りましたよ。やめてください。怒りましたよ。触られるの苦手なんです。怒りましたよ。触られるの苦手なんです。怒りましたよ。怒りましたよ。怒りましたよ。やめてください。触られるの苦手なんです。触られるの苦手なんです。上手です。
です。上手です。そこは、体が熱いわ。思い出を振り返ることができます。チャオもイライラさらってるよ。それにするの。それにするの。それに決めるの。それにするの。いい買い物したね。それにするの。マイガリー。それに決めるの。いい買い物したね。マイガリー。また来てね。だっ。精神を集中して苦しみを感じる間もなく終わらせなくては。一撃、一瞬で決める。はっ。シャドウムーンちゃん、何をしてるのだ。うわ、びっくりした。まんぷく丸ちゃんさんですか。驚かせないでください。もう一度精神集中から始めましょう。っていうか、なんでシュンマイを見つめて難しい顔をしてるのだ。これも修練の一環です。本当はグリーンピースが食べられなくて。はは、シャドウムーンちゃんにも弱点があったのだ。これだけは子供の頃から苦手なんです。どうしてなんだろう。嫌いなら残せばいいのだ。あら、まんぷく丸ちゃんさんらしくありませんね。食べ物を残すなんて。最初に言いましたが、これも修練なんです。グリーンピースを食べられないヴァルキリーは敵に勝てるわけがありません。そうかな。そうです。では再度集中して。食べないならいただきますなのだ。ほいっと。あ、デリシャスなのだ。これで一件落着なのだ。でもそれでは修練になりません。苦手なものから逃げていたのではいつまで経っても勝てない。別にそれでいいのだ。誰にだって苦手なものはあります。まんぷく丸ちゃんだってお皿に鉄骨が乗ってたらくず鉄屋に任せるのだ。無理に食べようとしても歯が欠けるだけです。その後の歯医者さんが辛かったのだ。試したんですか。シャドウムーンちゃんは一人じゃないんだから、苦手なものは得意な人に任せればいいのだ。代わりに他の人の苦手を引き受けてあげれば、ほら、丸く収まります。苦手は誰かに任せればいいですか。
私は一人ではない。あの、またグリーンピースが出てきたら満腹丸ちゃんさんにお願いしてもいいですか？いつでもどんと来いなのだ。満腹丸ちゃんさんが苦手なことがあれば私が引き受けますから。じゃあここのお支払いを引き受けてほしいのだ。え、満腹丸ちゃんはお支払いが苦手でポイントが足りなくなっちゃったのだ。だからよろしく。じゃあ、あの、まあいいのかな。どれがいいかしら。これですね。誰にしましょうか。ランカさん、準備できてるよ。どれがいいかな。これだ。交代だ、稲川。では、僭越ながら。どれにいたしましょう。決めました。ももさん。私か。どれにする。やめた。どれにする。これにする。交代だ、バイオラ。いい判断ね。どれにしようかしら。決めたわ。交代よ。満腹。満腹丸ちゃんの番なのだ。どれにするか悩むも、これにするのだ。おー、シャドウマンチュ。わかりました。私たちの物語です。やっぱり学校に来ても退屈なだけね。凛花さんの退院を待つべきか。でも今回の定期戦には間に合わなそうだし。好き
日陰もう帰るの？ランカさん。ええ、少し街を歩こうかと思って。まさかお姉ちゃんのところに行くつもりじゃないでしょうね。リンカさんはまだ面会謝絶なんでしょ？それはそうだけど、でも月影はこないだ何か企んでるって言ってたし、まさかお姉ちゃんに呼ばいをかけようと。呼ばい？そうだよ、お姉ちゃんが無抵抗なのをいいことに。私がリンカさんにみだらな行為を働くと？なっ！バッカじゃないの？そんなこと言ってないでしょ？このエロヒット！エロヒット？そんなことを初めて言われました。ちょっと傷つきますね。私が言いたいのは寝首をかくってこと。ああ、なるほど。ランカさん、呼ばいという言葉の意味を取り違えてませんか？え？どういうこと？はい、呼ばいというのは私の言った通りの意味です。え？マジ？教えてくれてもいいのに。ちょっと可愛いな、やんちゃな子犬みたい。でも方向性を問わずお姉ちゃんに手出しするのは許さないんだからね。手出し？そんなつもりはありません。え？だって企みがあるってのはお姉ちゃんをどうにかするってことなんじゃないの？戦える状態かどうか気になるって。ああ、そういえばそんなことも言いましたね。それってお姉ちゃんが戦えないうちにどうにかして優位に立とうって魂胆でしょ？考えたこともありませんでした。なるほど、そういうやり方もあるのか。え？そうなの？人の足を引っ張って強くなれるほどヴァルキリーは甘くありません。そうだったんだ。疑ってごめん。いいえ、こちらこそごめんなさい。ちゃんとお話ししていないのに不安にさせるようなことを言って。ランカさんはリンカさんのことが本当に大好きなんですね。そうだけど、改めて言われると照れるな。モモさんには感謝をしなければいけませんね。感謝？クズリョウに？なんで？先
先日の戦いでは、ランカさんは心に大きな乱れがありました。乱れ？はい。もしランカさんがリブレイターを務めていたら、リンカさんと同じ目に遭っていたかもしれません。それってつまり、どういうこと？怪我をしていたかもしれないということです。私を敵視するあまり感情的になっていたのですね。そっか。実はクズリュウにも同じことを言われたんだよね。良いお友達をお持ちですね。羨ましいです。別にあいつとは友達とかじゃ。では良きパートナーということで。良きパートナー、何の話だ。うわぁ、気配を消して現れるのやめろって言ったでしょ。つーか、どこ触ってんの。ランカのお尻だが。筋肉に異常はないようだ。安心した。そういうことなら先に言ってよね。昨日の戦いでのダメージを知りたかったんだが、月影の背後は取れなかった。もちろん取らせませんとも。あまり怒るなよ。良きパートナーにはスキンシップも必要だろ。なんだ、聞いてたんだ。やらしいな。やらしくない、情報収集だ。クズリュウさんは定期戦もランカさんと一緒に。リンカの退院が間に合わなければそうしようと思っている。仲が良ければの話だが。なんだよその捨てられた子犬みたいな目は。やめろ。お前は捨てられた子犬を見捨てるようなやつじゃないよな。クズリュウ、芸風変わってない？そういうのどこで覚えてくるの？種に交われば赤くなると言いますしね。それってどういう意味？さあ。情報収集の成果だ。私もビクニのやり方に慣れていかねば。とにかくクズリュウと組むのはお姉ちゃんが戻ってくるまでだからね。そういうわけだ。それがいいでしょう。お似合いだと思います。二人とも子犬みたいだし。月影は誰と組むんだ？ VR ウイルスの保有者と組むつもりなんだろう？私の全力を受け止めきれるエクスターは VR ウイルスの保有者以外に考えられません。もしそれが叶えば大イトク先生にも勝てると思います。その言葉、大イトク先生に聞かせてあげたいわね。理事長。気配がないのは厄介だな。私も少し驚いた。いきなり現れないでください。映像だからって。月影さん、自分に合ったパートナーを探すと言っても次の定期戦はそうはいかないわよ。どういうことですか？それは始まってからのお楽しみってことで。あ、でも
のをどうしてもって言うならちょっとだけ教えてあげてもいいけど。いえ、いいです。マル秘情報知りたくないの？ええ、別に。私もいいよ。難しいこと聞いてもわかんないし。必要な情報は自分で収集する。ああ、みんな冷たい。私たちだけ事前に情報を得るというのもなんだか気が引けます。優等生すぎるのも考えものね。ああ、でも定期戦の開催日は知りたいです。まだ公表されていないようなので。それに関しては大伊徳先生に聞いてみるといいわ。大伊徳先生に？ああ、あのオラオラ系の猫みたいな先生か。今回の定期戦は彼女が仕切っているの。わかりました。開催日は大伊徳先生に直接聞いてみます。それじゃあみんな頑張ってね。消えちゃった。お二人はどうします？私はこの後大伊徳先生のところに行きますが。私も行く。少しでも定期戦の対策を立てておきたい。私は別にいいかな、興味ないし。そういえば大伊徳先生は普段は中央区画と工場区画を統制しているらしい。中央区画？それってもしかして凛花さんが入院している病院があるところですね。じゃあもしかしたら先生に聞いたらお姉ちゃんの容態がわかるかも。知っていてもおかしくはないですね。よし、行こう。クズリュウ、大伊徳先生のところへ今すぐ。おい待て、そんなに走ると転ぶぞ。元気ですね。おっと、私も二人を追いかけなくちゃ。